おのすば。今宵はお招きくださりありがとうございます。お兄様、私からも礼を言おう。甲賀の里にはまだこの祝日を祝う文化が浸透していないからね。アクア様のお手製の衣装に袖を通すこの幸せ。ふっふん、私にかかればこれくらいなんてことないわよ。これでみんな揃ったようだな。サンタがいっぱい、かっこいい。本当ですね。クリスマスパーティー始めるか。楽しんでいってくれよな。メリークリスマス。それじゃあみんな、コップを持ってくれ。いくぞ、乾杯。乾杯。お兄様、お料理がいっぱいで素敵なパーティーですね。何かお取りしましょうか。おお、ありがとな。それじゃあ唐揚げを頼もうかな。おい、カズマ、アイリス様に何をさせているのだ。いいのです、ララティーナ。私がお兄様に申し出たことです。城ではこういうことできませんから。そういえばカズマさん、ところてんスライムはどこですか。ところてんスライムって、確かあれ金製品だろ。こんなところで出すわけないじゃないか。無礼講のパーティーにところてんスライムがない。アクセル1空気が読めない感じの称号が欲しいのかしら。ところてんスライム一つでそこまで言われちゃうの。セシリお姉ちゃん、サンタプレゼントちょうだい。キャワワ、もちろんよ。美少女と可愛いロリッコのためなら何でもするわ。そうね、ところてんスライムなんてどうかし。そこまでだよ。ところてんスライムは米っ子にはまだ早いからね。そんな、仕方ないわね。それじゃあクリスマス記念にアクシズ教に入信するのはどうかしら。今ならバラ色の人生をプレゼント。お断りします。本当に油断も隙もないお姉さんですね。やっぱりこうして集まるのは楽しいですね。失礼します、ご歓談中に申し訳ありません。ギルドのお姉さん、どうしたんだ、そんなに血相を変えて。たった今、正門の外で馬車が魔物に襲われているとの情報が入りまして、皆さんにご協力いただけないかと。聖夜の楽しいひとときに水を差すなんて、いい度胸してるじゃない。放ってはおけないな、このスバーン。ゴゴ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 。はあ、俺の馬車がめちゃくちゃだ。助けてくれ誰か。そこのあなた、もう大丈夫よ。私たちの後ろへ。ありがとうございます、ありがとうございます。お礼なら結構よ。その代わり入信してくれるわよね。入信？しまった、アクシズ教か。血も涙もない宗教勧誘だな。おい、おちゃん、そいつのことは気にしなくていいから。目標確認。おや、私たちを敵と認識したようだよ。ジングル、ジングル。サンタさん？お兄様、可愛らしく見えても敵はゴーレムです。油断は禁物ですよ。だな、さっさと倒してパーティーの続きに戻るぞ。このスバ。冒険の軌跡をご覧になりますか。クルシャバ。
この刺激はクリスマスプレゼントというわけか。いいぞ、もっとだ。もっと過激なプレゼントを頼む。ダクネスが敵を足止めしている今がチャンスだ。聖なる夜の冒涜者よ、ここから去るがいい。エクスプロージョン。姉ちゃんすごい。ナイスクリスマス爆裂。ナイスクリスマス爆裂。皆さんのおかげで助かりました。ありがとうございました。めでたい日に飛んだ災難だったな、おっちゃん。おじさんの怪我は私が治しておいたわ。もう大丈夫よね。前より元気になったくらいです。おや、失礼ですが、そこのお嬢さんのお顔どこかでお見かけしたことが。私ですか？いえいえ、初対面だと思いますよ。おい、カズマ、アイリス様はお忍びだぞ。正体がバレてはまずい。急にそんなこと言われても。そうだ、なあおちゃん、この真っ赤な衣装に心当たりはないか？言われてみれば、まさか噂のサンタさん。そうなんです、私はサンタ。子供たちに夢と希望を与えちゃいます。しかし、はて、サンタさんはもじゃもじゃひげのおじいさんだと聞いてましたが。あいつはつい先日引退したんだよ。なんと。ああ、そうなんだよ。何を隠そう、ここにいる5人は引退したじいさんの志を継ぐ新世代のサンタなんだ。メリークリスマス。我が名はサンタ。我が名もサンタ。私もサンタ。以後お見知りおきを。メリークリスマス。それはそれは失礼いたしました。なんとかごまかせたのか。時に御社殿、この寒空の下、どのような要件で馬車を走らせていたのだ？ああ、これを運んでいたんですよ。これは七面鳥の肉？それに高級少将もあるじゃない。クリスマスにはこれらが人気と聞きまして。ああ、そうだ、助けていただいたお礼にお一つ。あら、いいんですか？すみません、全部いただきます。全部はさすがに。肉肉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 肉。わかりました、半分差し上げましょう。あの、本当にいいのですか？ええ、煮崩れしたものは高くは売れませんしね。助けてくれた新世代のサンタさんたち、せめてものお礼です。嬉しい申し出、感謝する。あなたのことは我が小説で永遠に語り継ごう。わーい、食料確保。戻ったらカズマにじゃんじゃん料理してもらいましょうね。いいわね、私はもちろん焼いたのがいいわ。おいおい、全部空気か。七面鳥とシュワシュワでお祝いよ。このスバ